決まってる人生ってつまんないと思って、逆に今不確実だからこそ楽しいし、不確実だからこそ考えて進んだ人が勝ちなんだって。いかに日頃の仕事の中で成長の機会を見出すかっていうことはすごく大事なことだと思ってるんです。どういうキャリアを歩みたいかっていうこの意思、これを持ててない段階で多分主体性を持ってとか、新しいことを学び直そうとどんなに訴えてもですね、そもそもその気にならないんだと思います。今を動かす地と出会うニューセッション、本日はアデコグループとニューズピックススタジオのコラボ企画で、人生100年時代に生き残る人材とはについてゲストの方々と議論していきたいと思います。司会を務めます川口愛です。よろしくお願いします。それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。アデコグループジャパン代表、川崎健一郎さんです。よろしくお願いいたします。川崎です。よろしくお願いします。お願いします。続きまして、株式会社 We Are The People 代表取締役、安田雅彦さんです。安田さん、よろしくお願いします。安田さん、よろしくお願いします。はい、そして弁護士の菊間幸乃さんです。よろしくお願いします。菊間です。よろしくお願いします。ブーカと言われる不確実な時代になってきておりまして、社会やビジネスシーンが激動しているんですけれども、そんな中で自分の将来のキャリアプランに思い悩むビジネスパーソンの方もたくさんいらっしゃると思います。そんな環境の中でですね、今大きなテーマとなっているのがリスキリングということで、このリスキリングという言葉、川崎さん、ざっと言うとどういう意味になるんでしょうか。そうですね、端的に言うとリスキリングはもう学び直しっていうふうに解釈していただいていいんじゃないかなというふうに思うんですけども、実は我々アデコグループの中では2017年ぐらいからですね、リスキリングとアップスキリングというこの2つの言葉をセットで結構こう世界的に使われ始めてですね、就業されている働いている方々が今の自分のこの職種から何かしら違う職種にチャレンジしようと思った時には、今持っているスキルセットからこうアップデートしていかなければならない、その新しいことをこう学ぶっていうことをですね、我々はリスキリングなんていうふうに定義をして使用を続けているんですけども、先ほど申し上げたアップスキリングの方はですね、今いるこの職種の中で今よりもよりこう高いレベルのことにチャレンジしていこうと、こういうことにチャレンジされる方に対してより上位のスキルセットを身につけていただく、これをアップスキリングというような言葉で、2017年ぐらいからグループ共通で活用していたんですが、ここ最近日本の中でもこのリスキリングというキーワードがたびたび登場してくるなというふうに思ってるんですが、ちょっとなかなか学術的にこうだっていうことを完全に定義されているわけではないんですけども、シンプルには学び直すと、何か新しいことをチャレンジする際に必要なスキルをですね、これは学校行くでもいいですし、会社側から与えられた教育プログラムでそれを身につけていく、こういったことも総合して、リスキリング、学び直しというふうに捉えています。なるほど。今まさにこう人生100年時代と言われていて、私たちも70歳以上まで働かなければいけないという中で、そういったスキルとかキャリア形成をどういうふうにこう考えて身につけるべきか、身につけていくべきかということについて、今日はゲストの皆さんと対話していきたいと思います。はい、それでは一つ目のテーマに入りたいと思います。コロナ禍で求められる人材はどう変化したかということで、早速お伺いしたいんですけれども、菊間さんのいろいろ今このコロナ禍でいろんな方々見てだと対話していらっしゃったりとかすると思うんですけど、ざっとこう考えてどういうふうなご意見をお持ちでしょうか。そうですね、その先ほど今不確実なね、これから先が不透明な時代だって言った中で、誰も正解が見えない、もともと人生に正解なんてないんだけれども、今若い人なんかとお話ししていると、どっちを選んだらいいですかとか、どっちが正解ですかってこう正解を求めるような質問をされることが多いんですけど、
分かんないじゃないですか、そんなことって。もともと分からないんだけど、今さらに不確実な世の中になっていると、そうするとやっぱりどういう人が求められていくかっていうと、指示待ちではなくて自分で考えながら自分で選択して歩んでいって、でその自分の選択について責任を取っていける、そういう人間が、それは組織であっても求められていくんじゃないかなというふうに思います。こう能動的に自分から動いていくというようなところですかね、はい、なんか今組織でも求められているっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、まあ、組織も何ですかね、経済構造的にも結構何ですか、いろんな本当に不確実な要素が多いと思うんですよね。で安田さんすごい長く人事やってらっしゃって、はいはい、いろんな組織見てらっしゃると思うんですけれども、今の菊間さんの意見を受けてどうですか。いや全く菊間さんおっしゃったのその通りだと思います、うん、でこれその、まあ、コロナ時は僕は人事部長だったんですけど、はい、まあ大変だったんですよね、本当に大変で、そのやっぱりいろんなそのことが起きたんですけど、その時にやっぱりこう普通はこうじゃないですかっていう人って結構しんどいなと思ってて、そのやっぱりこうもうその普通はないわけですよね。だからまあある種こうこれから求める人、これから求められるという意味で言うと既成概念を取っ払うとか、そういうそのって考えられるっていうところですかね。あとで自分の中で判断基準を、同じことをし申し上げますけど、きちんと持ってその進んでいけるっていうところ、まあ、内的管理とか外的管理とか言いますけど、フレームがないと動けないみたいな人よりは、やりますんで決めてくださいよりはこう自分できちんとこうゴールセットして生きていけるっていうのは、まあ、前から結構最近そうだったんですけど、このコロナ禍でよりそこは強くなった気はしますよね。川崎さんいかがですか、今のお二人の意見。いやもう本当に菊松さん安田さんのおっしゃる通りだというふうに思うんですけども、まあ、特にコロナをきっかけにですね、新しい価値観として多分今まさにじゃコロナ禍で、これから企業側が求める人材というようなキーワードかもしれませんけども、私たちはですねどちらかというと企業が人を求めるだけではなくて、逆に人そのものがまさにその自分の人生の価値観をこう見直すようなきっかけにもなったと思うんですね、このコロナが。どう働くかの前にですね、どう生きるのかということを考え始めた方々というのはだいぶ増えたんじゃないかなと。その際にこうどう生きるかの手段の一つが、私は働くっていうのはどういう生き方をしたいかの手段の一つだと思ってるんですね、働き方っていうのは。まあ、そういった意味では今までこう企業がこういう人材を求めてます、だから私たちのところに来てくださいという、どちらかというとこう企業優位のような関係性があったと思うんですけども、これからの時代というのはもう本当の意味で企業と人がこう対等になるような、まあ、企業も今パーパス経営とか、ミッション、ビジョン、バリューみたいなキーワードもだいぶ注目されていると思うんですけども、そのパーパスやビジョンを実現するためにどういう人材が必要かと、まあ、そういったことをより世界に発信をしながらですね、また個人の方も自分の生き方、その価値観に基づいたこうキャリアビジョンをまさに主体的に、能動的に自分で考えてですね、それを実現できる場所、そこを見つけていく、そういう時代になっていくというふうに思ってます。なんかやっぱり組織に所属する一ビジネスパーソンとしては、こう主体的に能動的に考えるって結構大変なんじゃないかなって思うんですけれども、そのあたり菊間さん どうでしょうか。こう大変っていうのは、それは何が、こう自分で主体的に考えていくって結構なんですかね、こうそれこそスキルが必要なんじゃないかなとか、その考え方をの身につける、その考え方をなんですか、組織側から教えてもらうってこともそんなにないと思うんですよね。それはなんか教えてもらうとかってことじゃなくて、例えばこう仕事においてやりがいをどういう時に見出しますかっていう時に、ほとんどの人はこれをやってくださいって言われても、1から10まで決まってるものをやりなさいって言われるより、あなたの裁量でこういうゴールがあるからちょっとやってみてって言われたら、みんなやりがいを持って一生懸命やると思うんですね。だからその自分にどれだけの裁量が与えられてるかってところが仕事のやりがい でそれが延長線の中で自分がどうキャリアを構築していくかってことだと思うんですけど、会社に入ってもこういうルートでこの部署に行った人が出世コースですとか、はいはい、まず最初に経理に行かなきゃいけないとか、なんかそういうのでもう決まってる人生ってつまんないと
と思って、うん、逆に今不確実だからこそ楽しいし、不確実だからこそ考えて進んだ人が勝ちなんだって、そう前向きに捉えれば大変だじゃなくて、あのよし自分で自由に動ける時代なんだって組織にいながらそう思えるって、なんかそういうふうにみんながなるといいのになと思います。そこだから面白いと思うかどうかもありますよね、うん、やっぱその昔はそうじゃなくて、その木村さんおっしゃったようなキャリアパスが決まっていて、そのフレームがある方が逆に心理的安全性が保たれてパフォーマンスも上がるっていう、そういう日本の会社の組織ネイチャーだったことは、僕これは多分そうだったと思うんですよね。今はやっぱり違う、まあ、あの多分この後も出てくるんですけど、僕はやっぱとにかく会社にコントロールされたくなかったんですよね、自分の行きたいところは。だから自由になりたかったので、それはこう主体性を出さなきゃなんて思わなくても、そう言っていくためには主体的にならざるを得ないんで、そこだからまあ本当に、好むか好まないか、そしてそれを好む人が多くなってきたっていう話はあると思います、ね、あ、この中で可視化されてきてるみたいなところがね、あるんですかね。なるほど、なんかそういう、こう自由にそして主体性を持ってこう自分のキャリアを構築していくために必要なことの考え方ということで、次のトークテーマに入っていきたいと思うんですけれども、人生100年時代どういった人材スキルが求められるのか、また必要なスキルの学び方とはということで、の安田さん、ぜひちょっとここは安田さんからお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。私は転職4回、まあ、自称趣味転職あのこれはやっぱりこう背景があって、まあ一つ本当に僕本当に冗談抜きで人生100年時代って言った時に、その確かピーター・ドラッカーっていう学者さんいらっしゃるじゃないですか、あの方が88歳まで教鞭取ってやったって話聞いて、あ、自分もそれぐらいまでバリバリでやりたいなと思った若い頃ですね、思ったりとか、あとその、 私はその人事をやっていく過程において、その会社の生産とかっていうのをやっていて、会社にこうキャリアをコントロール、さっきもちょっと言いました、ハンドルされるのっていうのは面白くないなというふうに思って、それでこう転職をして自分のキャリアをこうハンドルしていくというか、やっぱりこうなりたいっていうのがあって、それをこう次は比較的外資系の転職マーケットっていうからスキルが分かる、分かりますから、だからこの会社って行ってグローバル のタレントなんとかを選びたいとか、じゃあ次はここ行ってピープルマネージを学びたいっていう感じで、そうこう自分でこう転職を通じながらこう必要なスキルを、あそこに行けば多分あれが学べるなっていうのが結構分かるマーケットなんですよね、なんでそういうふうにやってきた部分はあります、それがこうまさにこう安田さん的なこうリスキリングみたいなことで、まあ、さっきの あのお話で言うとアップスキリングって、僕はだから そっちなのかもしれないんですけど、でも人事といっても広ございましてですね、いろんな仕事があるんで、まあ本当にいろんな会社でいろんな仕事をしながら学び直してきたという部分はありますですね、菊間さんいかがでしょうか。菊間さんもそのアナウンサー時代からこうその将来の今この姿になるまでっていうのは何かこう考えていらっしゃったことがあるんですか。そうですね、私は先ほどのご説明を聞いていると、アップスキリングを目指しながら結果的にリスキリングになったっていう感じなんですけど、そのフジテレビのアナウンサーに入った時に、その私95年入社なんですけど、当時はもう30歳を過ぎて画面に出ている女性のアナウンサーの先輩っていうのがもうほとんどいなくて、皆さんも20代で辞められてフリーになったり結婚なさったりって方ばかりだったんですね。で、私は小学校の時からフジテレビのアナウンサーになりたいってこう思っていて、卒業アルバムにも将来の夢はフジテレビのアナウンサーって書いたぐらいなので、そうするとそのせっかくなれたのがたった7、8年で終わっちゃうっていうのはやっぱりもったいないので、どうしたらじゃあそれを伸ばせるだろうかと。で、ただ出たい出たいって言っても、まあ、出られないから、じゃあどうしようかってもう入る時から考えていて、でおそらく28ぐらいで結婚するだろうなと漠然としたイメージですよ。で30で1人目産んで32で2人目産むだろうな、だからその産休中に司法試験の勉強しようって思ってたんですね。で産休明けてフジテレビに戻る時に弁護士の資格を取って
戻れば、若い人たちとはまた違うポジションがあって、でそれでアップスキリングでアナウンサーとしてやっていけるんじゃないかって、最初そういうイメージを入社した時からフジテレビの人事に伝えてたんですよ。へー、すごい。なんか、でなんでかっていうと、やっぱアナウンサーっていうもののゴールが結構その当時は決まっていて見えていたから、他の同級生なんか見ているとみんな30代ぐらいになってから考え出すことをやっぱ20代の前半で考えとかないと、もうゴールが迫ってきちゃうって、そういうやっぱ職業の特殊性はあったのかなっていう気がするんですね。そういう感じですね。いやでも本当に今おっしゃっていたことって結構今誰の身にでも起こりうるなと思ったところが、やっぱりなんていうんですかね、こう ああいう風になりたいとか、こういう姿になりたいと思い描いつつ、もう日々忙殺されてしまって、こう自分のやりたいこととか方向性が分からなくなってって、どんどん主体性を失っていってしまうみたいなこととかも起きてしまっているんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった中でこう、まあ、主体性を取り戻す一つがこうスキルのについて考えることかなとも思うんですが、今の菊間さんの話も聞いた上で川崎さん今いかがでしたでしょうか。はい、本当に素晴らしいなというふうに今伺ってたんですけど、実は今菊間さんも安田さんも共通的なことが一つあるとするとですね、もうご自身がどういう人生を歩みたいのかっていうのをもう明確にお持ちなんです、ね。もう菊間さんにだってはもう小学生の頃からもうそういう夢を思い描かれていて、もうそれに向かって多分こういろんな努力をされたんだと思うんですね。で一見周りから見たらよくそんな頑張るよねとかいうふうに見られたかもしれませんが、ご本人からしたらもうなりたい姿に向かって進んでるので、もちろん苦しい時もあったかもしれませんけど、まあ今お話しされてるお顔を拝見してもすごくこう楽しそうに生き生きと話されてるんで、きっとそのロースクール通われてた頃も、まあ、勉強大変だったと思うんですけど、多分苦しいというよりは多分楽しいという気持ちの方が勝ってたんじゃないかなと、はいはい、まさにこのウィルといいますか意思ですよね、はい、自分がこうありたいっていうものが設定できたら人はそこに向かって頑張れるんですよ、うんうんうん、でしかしですね、実はちょうど昨年私たちのグループで日本国内であるアンケートを取ったんですね、うん、約3000名のいわゆる就業されている方々にアンケートを取ったのが、皆さんはご自身の人生においてのビジョン、まさに人生のありたい姿とか、もしくはキャリアビジョン、なんかそれを実現するための明確なキャリアのこういう姿になりたい、こういったものを明確にお持ちですかというふうに質問したところですね、 40% の方は明確もしくはある程度明確ですって答えたんですね。でしかし 60% の方はですね、ないって答えてます。不明確であると、なので私が思うには、そのどんなことを学び直すかの前にですね、そもそも自分がどうなりたいのかということを自分自身を探求していくこと、これが始まらないことには、どんなに素晴らしいリスキリングのいろんなカリキュラム、まあ、最近ですとデジタルの新しいテクノロジー身につけられますよとか、まあ、場合によってはじゃあ弁護士の勉強のコースがありますよと言われても、本人がその気にならない限り、どんなに優れたカリキュラムがあってもですね、意味がないと思ってるんですね。なのでまずはお二人のようにきっとも内発的動機が明確だと思うんです。誰かに言われたから、いわゆる外発的な要因でやろうという気になったのではなく、まあ、何らかのきっかけで多分お二人ともご自身の中で自分はこういう人生を歩みたい、もうまさに内発的な動機ですよね。これがセットアップできている人というのは、多分新しいことをどんどん身につけるという意欲も湧いてくると思うので、まあ、実は現在の真実としては 60% の方がですね、そもそも自分がどうなりたいのかというのを設定できてない。なのでこの6割もの方がその自分のその人生がどうありたいか、それに基づいてどういうキャリアを歩みたいかっていうこの意思、これを持ててない段階で、多分主体性を持ってとか新しいことを学び直そうとどんなに訴えてもですね、そもそもその気にならないんだと思います。はい、そこが私も大事だと思っていて、そのリスキリングって新しいワードが出てくるとまたこう飛びついて何か学ばなきゃみたいになるけれども、 まあその方向性を決めるのが SNS とか、世の中がこっち側がかっこいいと言ってるとか、これから10年後に流行る職業はこっちだみたいな、そういうのに流されて学んでも、学ぶことがきっと苦痛だろうし続かないし、学び終えたところでまた
別になんかそんなやりたいことじゃないんだよなみたいな感じでまた迷うみたいなことだと思うので、おっしゃる通り先に立ち止まって自分がどういう方向に進みたいのかってそっちが先ですよね。そうですね、うん、実はその辺をこう考察した際にですね、実は同じようなアンケートを当社の社内でも行ったんですけども、はい、約2000名、今日の社員がいるんですが、だいたい比率は少し高めだったんですけど、それでも 50% だったんです。逆に残りの 50% の社員は明確なその人生の価値基準であるとかキャリアビジョンというのを持ててないと。じゃあなんで持てなかったんだろう、そういう持つきっかけがなかったんだろうって考えた際に、やはり日本のそのちょっと一つの私は社会課題なんじゃないかなと思うんですけども、私もよくよく振り返るとですね、小さい頃から社会人に出るまでの間に、では何回あなたはどういう人生を歩みたいですかということを聞かれ、それを考えるきっかけがどれほどあったか、例えば学校教育しかり、もしくは家庭の中での、なんかどちらかというとですね、私もそこまで回数はなくて、で周りのその同僚たちに聞いてもですね、そう言われてみたら、あなたはどういう人生を歩みたいですか、それを聞かれたことってほとんどないなと、ない中で気がついたら、大学に行って、社会人になろうとすると、そこでなんか初めて会社を選ばなきゃ、その選ぶ際にどちらかというともしかしたら周りのいろんな意見に流されながら、なんとなくいい企業に入ったら幸せになれるんじゃないか、でもそれが本当に自分自身の深い心の中から湧き出るような欲望とかそのウィルから来てる選択なのかというと、多分周りがいいと言ってるからとか、そういうちょっと流されてしまってることもあるんじゃないか、だからこそ途中で就業を断念してしまう人も実際出る事実があると思いますので、なので実はそもそも考えるという機会がなかった。そうですね。でこれは社会人になってからでも遅くないと思っててですね、私たちもいわゆるコーチングというようなメソッドもあると思うんですね。コーチングってひたすら教えるというよりは本人の中にあるものをこう引き出すというのがコーチングのメソッドなんですけども、早速当社の社員の中にもこうない方々に、なんとかこの自分の深層心理的なですね、本当はこうありたい、こうしたいというものをこう引き出すようなことを今チャレンジしてるんですけども、少しずつ本当は自分はこうありたかったんだということに気づけましたという事例が出始めてますので、これは別に20代までということではなく、もう何歳になってもですね、やはり自分の人生どうありたいのかというのを自分自身を探求する、私はこれも一つのスキルだと思ってます。この内発的動機を自分に問いかけ、自分はどうありたいんだと、そもそもなぜここにいるんだ、なぜこれをやりたいと思っているのか、これをこう自分に問いかけ、自分の意思を常に言語化する、意外とこの自分のありたい価値観とかを言葉にするって結構難しいんですよ。なんとなく感じるっていう人はいると思うんですけど、それを言葉に表すっていうのは結構なスキルだと思ってます。なのでこの自分の価値観を言葉にしてみるっていうことを今私たちはそのリスキリングの実は一番最初にやるべきことなんじゃないかということで今チャレンジしてます、ね、まさにそのパーパス経営、パーパス社員みたいなもんですね。おっしゃるとですね、企業もなぜこの会社が存在しているのか、それを明確にするべきがパーパスであり、言ってみたらその人も私も何のために、そうですね、何のためにこの人生を歩んでいるのか、何をしたいのかっていう、個人にとってのまさにパーパスですね。それをこう明確にしていくというアプローチです、でパーパス明確にするのに、なんか私も聞かれるのでね、なんでそんなに小さい時から明確なんですかって言われるから、じゃあどうしようと、その分からない 60% の人とお話しするときに、私が思うのは、その喜怒哀楽ってね、人によって違うと思うんですよ。同じ映画を見てもものすごく感動する人がいたり、大したことないよと思う人がいたり、でそれでいいじゃないですか、考え方って違うから。だから自分の人生を振り返って、喜怒哀楽がものすごく触れた出来事、それをこう上げていって、どういう時にものすごく悔しかったのかとか、ものすごく泣いたのかとか、嬉しかったのかって、それを上げていく中で自分の中の基準が見えてきて、でそれを追求していく中で、こう自分の方向性が、一人一人違うわけだから見えてくる、ね、だからハウツー本なんていくら読んでも何も書いてないから、おっしゃる通り私も自分との対話だと思うんですけど、そのやり方としては、自分の喜怒哀楽に丁寧に向き合うっていうのはいいかなと思って、僕もそういうキャリアの研修とかですね、そういう話をするときにいつも言うんですけど、
欲望に忠実たれって言うんですよね。そのやっぱりこう将来何どうありたいビジョンとか書かせるんだけど、やっぱみんなカッコつけて書きたがるんですよね、うん、そのさっきのそのいろいろこうハウツー本に書いたり、すごくまあ最近はまたちょっとこうあの SDGs みたいなことに言われたり、いろいろこうあの高尚なことがあるので、もうその将来の夢はポルシェが欲しいですなんてやっぱ書けないじゃないですか、うん、でもそのまあもちろんそれもその根底にあるものに向き合っていく過程においては、まあ本当にその欲望に忠実たれっていうのは僕は一つあのフリーアップするのにいいアプローチだと思ってるんですけどね。安田さんはそれはあれですか、あの人事をやってた時から結構社員とかに伝えてたんですか。言いました言いました、欲望に忠実、今も言いますよ。あの最初やっぱそういうワークショップとかやるんですけど、はいはい、結構あのちょっと怖い話なんですけど、人生で死ぬまでに実現したいことを50個書いてくれとかって言うんですよ。意外と書けないんですよね。だけどやっぱりみんな一生懸命考えるとか、その自分 の, そ, のそうなりたいというのも動機にこうどんどん向き合わせていくっていう、そういうアプローチなんですけど、やっぱりそのすごくそういうことをいつも考える、うん、そうなりたいと思う自分はなぜだろうって考える、うん、おっしゃってたことと同じなんですけど、うん、それはすごく僕は何て言うんでしょうか、自分をこうフリーアップさせ る, るいいあの考え方だと思ってるんですよね、うん、50個もしかけたら50個全部取りに行けばいいじゃないですか。そうですね、そうでもなんかね、みんなねこれを選んだらこっちは諦めなきゃいけないみたいな、はい、選べますみたいなこと言うから、ね、いや両方取ればいいんだよって私も思うので、うんね、それがやっぱり自分の原動力になってきますよ。あのちょっと最近その学生の方々にも実は同じような、うん、アプローチをさせてもらってるんですけど、そもそもその内発的動機がどこにあるかみたいな、はい、で実はちょっとその中のエピソードの一つに、うん、ちょっとびっくりした反応があるんですけども、あのやはり明確にもう自分は将来壊りたい、こういう人生を歩みたいという人ももちろんいるんですけども、やはり先ほどの 60% の党の方と同じようにですね、うん、いやそんなこと今まで考えたこともなかった、うん、自分がどうしたいとか考えてこなかったと。それはなぜですかっていうとですね、考えちゃいけないんだと思ってたっていうんです。この反応にはちょっとびっくりだなんですけども、でなぜ考えちゃいけなかったのか、なんとなくその自分の欲とかってちょっと利己的すぎて、そうですね、その周りの人ありますねと合わせなきゃいけないっていうふうに思っていたから、よもや自分のありたい姿とか自分のことばかりを追い求めるような夢の設定っていうのは、なんとなくやってはいけないことだと思っていたと。なんかすごい良くない日本人のこう日本人的発想というか。そうですね、はい、それが今のこの20代前半の方がそういうエピソードを共有してもらった際にですね、まあ、その方がたまたまそうだったのかというと、なんとなくもしかしたらそういうふうに思ってしまってる人が結構多いんだとしたら、はい、先ほどのその 60% っていうところもちょっと頷けるなと。確かにそもそも日本人の就業感とか労働感ってそういう感じですもんね。働くイコール楽してお金儲けはできませんみたいな、仕事って大変だ苦痛だっていうのはそうですね、はい、ハッピー働いてハッピーになるっていう発想があんまないですよね。最近まあ幸福学とかいろいろおっしゃってる先生方いらっしゃいますけど、なるほど、やっぱそっちに触れていかないとしんどいですよね、うん、働き方がハッピーになるために多分選択肢を持たなければいけなくって、うん、持った方がよくって、その選択肢としてのスキルっていうところがまたこういろいろつながっていくとは思うんですけれども、ちょっとまた次のテーマの方に入っていければと思います。ではそうしてこう身につけて新しいスキルを学んだ先のキャリアということでどういった可能性があるのかっていうことをお伺いしていきたいと思うんですけれども、安田さんからいかがですか。まあやっぱり当然その新しいスキルを身につければ選択肢が増えますからね、はい、だからその、まあ、ビジネスパーソンのキャリアっていう意味じゃ、まあ、単純に新しい他の仕事ができるっていうこととか、まあ、それこそ転職ができるとか、本当に全く関係ない、僕今回実は、まあ、独立したんですけど、うん、僕多分コロナがなかったらこんなに早くしてなかったと思うんですね。あ、そうなんですか。あのそれはもうあのこのキャリア将来的にはそうなりたいっていうのはあったんですけども、やっぱりそのコロナの中で、まあ、その移動の時間がないとかリモートでできるとかっていうことが、その自分のその人と組織のコンサルティングっていうこのジョブのネイチャーにこのリモートっていうのが合ってたんですね、うん、あまりそこで失うものがないみたいなところがあったんで、まあこれも怪我の功名みたいな話ではあるんですが、そういうところでやっぱりこう選択肢あの広がっていたことは確実にあると思うんですよね、うん、なのでやっぱそこはあのそういうことをできれば増えていくんじゃないかなと、うん、あとやっぱ
あと現実、やっぱりそのためには今を知らないといけないっていうのがあると思うんですよ。そのナウというかニューにきちんと目を向けていくっていうことは、はい、これはもう絶対に必要じゃないかなと思います。なるほど。 そのナウとかニューとかっていうのは環境の話でも今です、まあ、今現実に起きていること、うん、自分が直面する現実もそうですし、うん、今の世の中 あの起きていることというか、うんうんうん、それをきちんとその受け入れるというかですね、うんうんうん、常にそれはやっぱりこうどうしても自分の価値観というかそれにこだわりますし、はい、あのそうね、まあ、年長者だったら年下に声を傾ける、あの耳を傾けるってあんましないんですよね、うん、だからそこはすごく大事かなと思います。なるほど、なるほど。あの菊間さんはまさに新しいスキルを学んだ先の、まあ、キャリアとして新しい可能性を切り開いていってると思うんですけれども、うん、いかがですか、こういったこの先のスキルに関しては。はい、あの新しいことを、まあ、身につける過程においては、うん、今自分がいるポジションよりは自分のなんていうのかな、スキルとして劣るわけじゃないですか。でもそこに挑戦するっていうことで今ここにいた安泰なポジションからちょっとずれるわけですよね、はいはい、でその時に自分が頑張ることによって頑張ってる人から学ぶことがすごくたくさんあるなってことに気づいたりとか、なんかこう挑戦してる人とかあのいろんな人からいろんなことを吸収しようっていう動きになるような気がするんですよ。今の完成した場所にずっといると、うん、なんかやっぱりこう自分は教える方みたいなこうアウトプットばっかりになってインプットしようとしなくなると思うし、意識的にちょっと他のことをやったり動くことでインプットしようで、それで自分のインプットに一生懸命なると人のことを非難したりとかしてる時間もないし、なんかもっと自分にこう集中していくようになって、それが結果的にこうみんなが頑張ってる同士一緒に頑張ろうぜっていう方向になっていくような気がするので、いわゆるこうコンフォートゾーンからちょっとずれてみようみたいなことですよね、うん、そうです、そうです、ちょっと違う目線が入ってくることによってまた新しい刺激が出てきて、そうで、そうするとね、もともとのコンフォートゾーンがねアップスキルされていくような気がします。川崎さん、いかがでしょうか、今のお二人のお話を聞いて。まずこの明確にその自分の価値基準とかをこう言語化できる、それに向き合えるようになってきたら、もうおのずと周りの意見とかおそらく反対を押し切ってでも進むんだと思うんですよね、うんうん、で、まあ、じゃあその先に何が見えるのかって言ったら、まあ、多分そういって自分の価値観を言語化できた人っていうのは私はすごく幸せな人だと思っていて、うんうん、で、あの実は私たちはそういった人たちのことをですね、あの躍動してるなんていうふうに躍動している表現するんですね。あの、はい、今まであのもちろん日本っていうのはどちらかというと欧米諸国に比べると流動化が少ないっていうのが一つの課題ではあると思うんですが、まあ、これは もちろん流動化率を上げていくっていう必要性はあるんですが、じゃあ単に人がこうどんどん流動していくだけで人々が幸せになり生き生きと働きがいを持って働けるかというとですね、そんなに単純ではないなと、まあ、それ以上に先ほど その 60% の方が、まあ、実はそれでも自分の価値観を明言できない、明確化できていない、このことをもっと直していく、自分でその向き合って自分の言語化できる、その自分の意思とか欲望をですね、言語化し、それに向かってこう生き生きと働けるような、まあ、こういう人々を多く生み出していこうと。で実は私たちはそれを人材躍動化なんていう表現にしてですね、単純な流動化よりも生き生きと働ける人たちの比率を高める、流動化に対して躍動化、そうなんです、はい、なので人材躍動化、これを目指そうということで今あの様々な、まあ、実験も含めてですね、あのチャレンジをしてるんですけども、やはりあのまさにお二人のようにですね、こう躍動的にあの活躍される方、もう本当にあのきっとそのウェルビング、その幸せの度合いもきっと高いでしょうし、でそれはあのそういう人たちが増えると周りにもその幸せとか躍動感って分け与えるんだと思うんですよね。なんとなくでもいいから自分を探求している人たちの比率が増えれば増えるほど、まあ、そこにこう躍動的な人が増えればですね、まあ、今のこの日本の4割の方しか自分のウィルが明確に語れない状態が 50%、60% と増えていくと、もっともっとこう幸せだと感じれる人の数が増えてですね、まあ、社会的な在り方っていうのも、まあ、変化していくんじゃないかなと、そう捉えてます、うん、まさにその躍動家の方々がこう増えていった先に、じゃあまあそうどんな社会が待ってるかって言ったら、まあ、今おっしゃってたようなウェルビーイングな世界であるというようなご意見もあれば、安田さんはどう思われますか、どういう社会につながっていかれると思いますか。僕自身はとにかくその会社に
人生を握られたくないというか、うん、もう自分の人生は自分で生きたいというところで今日来たんですけど、やっぱその、正社員、正社員イコール会社のものみたいな今感じがあるんですよね。で、昨年、一昨年かな、結構いろいろこう何とこでありましたけど、その、組織の、理屈と個人の利益なら無条件で会社組織の理屈が優先されるっていうのは日本の労働慣行というんでしょうか、その、ね、だって転勤の内事断ったら、まあ、辞めさせられるみたいな、はいはい、世界なわけですから。でももう今そういう時代じゃないですよね、うん、もう就業規則にはのっとってる、人事制度も正しい、法的にも問題ないといって、なんか転居させたらもう SNS で大炎上してもうレピテーション下がったみたいなところもある、うん、もうそういうところじゃない、そういう時代じゃないわけですよね。だからやっぱりこれからその個人と会社の関係っていうのがもう変わってくることは、うん、それが今川崎さんおっしゃったようなことに僕はつながってくるんじゃないかなというふうに、思いますよね。そうなってくるとやっぱりだんだんこう僕は本当に早期退職優遇制度ってあるじゃないですか、はい、そのこうエイジストラクチャーがぐーってなったから、定期的にここ高くなった、お給料高くなった人をここをさっとこう出していく、はい、いつまでこんなことやるんですかって思うんですよね、本当に。そのしかも、年齢構成が組織活性化って、いやいや高年齢の人がいたら組織活性化しないのって、そんなはず、しかもそれ作ったの誰よって話で、やっぱ本当にさ、やっぱこれはいつまでも続けていくのは僕は良くないと思うんですよね。なので新しい個人と、会社の関係っていうのをきちんとこれからみんなで作っていくべきなんじゃないかと私は思いますけど、ね、ありがとうございます。菊間さんいかがでしょうか、こう個々がリスキリングしていった先にどういった社会になっていくのかっていうところに関しては、はい、もっともっとなんかこう流動性が起きるし、だから躍動的な人がそういうリスキリングする世の中では増えていくような気がするんですね、うんうん、だから結果的に起業する人とかもっともっと増えるんじゃないかなって、その今もう若い人でもなんか大企業入るのバカらしいって考え方の人も結構いるって聞くので、そういう気持ちも分からなくはないですよね。私の時代は起業する人なんて本当もうケウでしたけど、なんかいい会社に入るのが成功だみたいな時代だったけど、今もう全然違うし、自分で考えてやってみようっていう人がどんどん増えて、日本の中で、まあ、ニュースピックスはたくさんそういう方が活動してますけれども、ベンチャーの方ってこうどん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 増えていくんじゃないかなと思います、ね、確かに欧米に比べて日本はやっぱりそのベンチャーとか起業家の数の割合が少ないって言われてますけど、今おっしゃってるようなこう躍動する人が増えていった結果、やっぱりウィルで仕事したい結果起業っていう選択肢が増えていくっていうのは、う、うん、安田さんもね、ご当事者というか54歳にして、はい、でも年齢も関係ないっていう、はい、関係ないですね、そうですよね、はい。なんかすごい私個人的に今日お話をお伺いしてちょっと聞きたいなと思ったんですけれども、なんかこの6割の方々のお話の気持ち、やっぱりちょっと分かるなとも思うんですよね、うん、なんていうんですかね、こう与えられることをやるのがこう、まあ、楽なと思う方も多分世の中には多くいらっしゃって、だからそういった方々をこう無理にこうなんていうんですかね、起こすというか、いやこういう選択肢でこういうふうにやった方がいいよっていうことを、まあ、無理やりやることはないのかなと思うんですけど、何か水を向けるみたいな形で、何か周りから、先ほど菊間さんおっしゃってた喜怒哀楽を考えてみようよとか、なんかそういうことで何かこう肩をトントンって叩いてあげるようなことって何かできたりするもんなんですかね。できると思います。実は菊間さんが先ほど喜怒哀楽で自分で振り返ってみることが非常に大事だとおっしゃったんですけど、実はすごくびっくりしたのが、私自身も実はそれで自分のこの人生のありたい道っていうのを決めれたんですね。なので、あ、全く同じところに行くんだなというふうに思ってたんですけど、で実は私たちもその当社の社員やそのまだモテてないっていう方への一つのアドバイスとして、まさにこの人生を振り返る中でこう自分の喜怒哀楽、こう幼少期からこう思い出せるだけ書き出してもいいですし、で特にこの心が震える揺れる瞬間ですよね、やっぱそれをこう知るっていうことが自分自身を知ることになると思うんです、まあ、そこから初めて自分のウィルっていうことにも、まあ、意思や欲っていうことに気づけるんじゃないかなというのがまず一つ目で、それがその自分を知るっていう方法の一つなんですけど、でもう一つはまさにあなたこうしなさい、ああしなさい
って誰かがアドバイスした瞬間にですね、これ外発的動機になっちゃうんです、うん、で実はこの内発的動機といいますか、この自分の中でそのウイルを生み出すってやっぱすごい大変な作業なんですよ。エネルギーいるんです。ですが多分そこからこう目をそらしていくのではなく、やっぱり自分の大切な人生なので、やっぱ一度そこに向き合ってみませんかと。で実はですね、その中でいや私は自分の中で考えるよりも誰かの お手伝いをしたい、なので決められたことを一生懸命その日頑張ることが私は幸せなんです、構わないんです、うんうんうん、それも一つの価値観なんですよ。でそれが正しいとか間違ってるではなく、私はそれを自分で生み出すことが、まあ、苦手で、うん、むしろ誰かの決めたことに一生懸命ついていくことが実は幸せなんですっていうんであれば、それが正解なんです。正解というかその人にとっての意思なんですね。だそのことに気づいてもらうためのアプローチとしては、先ほどの喜怒哀楽を深く探ってみるであるとか、あとやはりコーチングのようなメソッドで、まあひたすらまあここでちょっとコーチングのメソッドがだけでは全部語れないと思うんですけども、やはりこう引き出してあげるというアプローチをすることで、まあ、本人が自ら自分の価値観に気づく、そういうアプローチはすでに存在してますので、はい、まあ、これを広く広めていければなというふうに思います。なるほど。一方こう企業の組織人事的なこうアプローチ法で言ったら、何か社員にそういうことを気づかせてあげるみたいなこととかってなかったりするんですか？すぐこうね、リスキリング、はい、さっきも木本さんちょっとおっしゃった、こうリスキリングだリスキリングだ、はい、わっしょいわっしょいじゃないんですよ。やっぱステースこう仕組みとか制度とかに従う、うん、大体ろくでもないんですよね。だからやっぱその決めつけないっていうのは結構大事かと思っていて、やっぱそのこういう話して、まあ、なんとなくこうリスキリング大事っていう概念はいいんですけど、やっぱこうそれぞれにそのあったやり方、概念的な理解が当然あるとして、うん、そういうことをその考えられる機会をこうその設定していくっていうのはすごく大事なのかな、うん、当社のリスキリングはこうですっていうのじゃなくて、で僕こういう意味で言うと、やはりそのこれリスキリングに限らないんですが、いかに日頃の仕事の中で成長の機会を見出すかっていうことはすごく大事なことだと思ってるんですね。これはもう本当にその能力開発の処方の処方で、やっぱり人そのリスキリングに限らずなんですけど、まあ、人材の成長っていうのは大体座学2割で、あとの8割はオンザジョブで仕事の中で成長するって言われてるんですよね。だからリスキリングということをするにおいても、やはりそのまあそれが上司だったり周囲だったりというところできちんと会話をしながら、じゃあ今の仕事の中で自分はどうなりたいから、次の仕事の来期のこういうことをやってこうなりましょうとか、あとまあそれに対して半年終わったらフィードバックするという、このそもそもの基本的なその仕事をしていく上でのレビューとかフィードバックをまずきちんとやるっていうことが、結果的にはリスキリングがうまくワークしていくことになるんじゃないかなと思いますけどね。なんかやっぱりだからそういうふうに与えられてる仕事、やらなきゃいけない仕事かもしれないけど、いくらでも自分らしさとかクリエイティビティとか、その仕事の持つ意味を考えることによってできることってまだまだあって、だから今日の話聞いてると自分も何か学ばなきゃいけないんじゃないかとか、どっか会社辞めなきゃいけないんじゃないかとか、大学に行かなきゃいけないんじゃないかとか、そういうことではなく、さっき安田さんがおっしゃったように、まずは日々 のジョブの中でもまだまだ自分ができることってあるんじゃないかって、そういう発想もすごく大事だなと思います。もうおっしゃる通りですよね。もはや従順な社員をさえいれば、事業がその永続的に持続的に発展するなんていうのはもうありえないんですね。そうですね。なのでこう会社の言うことを従順に聞いてくれるかもしれない社員をこうもしこれから集めようとしている企業があるんだとしたら、もう残念ながらサスティナビリティではないでしょうね。うんうん、まあ、それよりもどうして今本当に安田さんがおっしゃったように、まあ、フィードバックであるとか、まあ、本人にも体験させて、でそれを客観的に周りから見てアドバイスをしてあげたりであるとか、でどこまでいってもその本人の持っているもうポテンシャルの最大化すること、でこれを企業としていかに支援していくか、うん、つまり人材一人一人の持っているポテンシャルが最大化された、その総和がもう企業の組織能力そのものなので、ただその時に企業それぞれが向かうべき方向性、まあ、それをのパーパスだったりビジョンなどでこう明確に各企業は示す必要があると思いますし、でそれを情報発信することによって、個人もですね、じゃあ自分のその人生のありたい価値観を実現するためにはどの組織
に属したらよりそれを早く実現できるのか、まあ、このお互いのですね、まあ、パーパスもしくはビジョン、まあ、ここがあのマッチしているような状態というのが生まれれば生まれるほどきっとこうまさに躍動的に、はい、活躍する人が増えて、まあ、結果的にそれはあの企業の事業発展にもつながるんだと思うんです。なんかその人材がまたさらにその会社を次のネクストレベルに引っ張っていくってこともありそうですよね。そういう間違いなくあるでしょうね、はい、あの確かその幸福学の調査の中でもその幸せを感じている状態が高いと、クリエイティビティは3倍になり、うん、生産性は、うん、はい、あの 30% 上がるという、はい、もう実証データがあるそうですので、うんうん、つまり幸せを感じている社員の人たちが増えれば増えるほど3倍のクリエイティビティが生まれるわけですよね、うん、そうなるときっとその企業が持っていた価値というのは、まあ、もっともっとそこに属している社員の皆さんのクリエイティビティで高めることにつながるんじゃないかと、うん、ありがとうございます。今日は本当に躍動していらっしゃる3人の方々にお話を伺いできて非常に私も個人として刺激を受けました。ありがとうございました。はい、ではお時間が来てしまいました。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。